まるちゃん。おお、こっち。朝からこっちでね。ねえ、朝からどこを散歩行かないでね。ね。はい、起きまーす。よし。行かないの？まるちゃん行く？行こうか。ビビなんかいいよ、行かなくて、入らなくて。ねえ、うちびさん、君たちはあんまいいよ、入る。いいよ、むちゃくちゃじゃないよ。ここどこも入る？いいよ。うん、いいよ。はい、よさん、今日からまた、ゆきちもいなくて、通常営業ですね。通常ビビはもう2歳になりますが、朝から朝ごはん前のミルクの一杯でございます。翔太くんね、でもビビちゃん可愛いね、娘みたいだね、年齢変わんないよね。うん、翔太くんたちはもう今年の7月下旬で、何歳っけ、3歳になりますね。ケッキが9月ぐらいで2歳。ね、お花だいぶ良くなったね。今日は朝からお散歩行っていいからね。おいで。はい、帰っておいでよ。はいはい。ひまるちゃん、ひまるちゃん。チロリが、またチロリがいつの間に帰ってんだ。はい、さっさとやるんでしょ。はい、おはようございます。3月、何日7日、多分火曜日だと思います。火曜日ですね。今日は病院ないので、ゆっくりなんですけど、5時半かと思って起きてびっくりしたら、まだ4時半で助かりました。なんかまあ、ちょっとやっぱり早起きすると早起きというか、まあ最低やっぱり4時半に起きないといろいろ間に合わないかなって思ってます。よいしょと。藤郎君はあと本当2週間足らずで投薬があるんですけど、今のところ、順調です。血液検査をまだしてないで、数値がはっきりはしないんですけど、体調的にはよろしいんじゃないかなというふうに思っています。全然痩せてきて、体重を元の体重を維持しているということで、それは非常にいいことだというふうに思います。あら、白田君、はい、白田君、はい、どうぞ。ちょっと待ってね。腹ペレしな。ほんと。ちょっと口でくれ。ゆうちゃん出てきてるね。今日はいつも寝てるんですけど、この時間。ちょっと待って。これがくまちゃん。くまちゃん。太郎ちゃん。ゆうちゃん場所取られちゃったね。ねえ、なんでゆうちゃん場所取っちゃうかね。来ないの。よしよし、こっちも食べてます。余ってるのをどうしてもちょっと食べてます。もうすでに寝食いをして待っておりますが、
順番的にはこちらさんたちです。はい、行きます。まずはお姉さんの備えて、はい、大丈夫。上に上がらないんだよね。はい、ちょっと待って、ちょっと。はい、どうぞ。どういて、猫ちゃん邪魔だけど、猫ちゃんキキキキ、おいで猫ちゃん。どこであげりゃいいんですよ、ご飯を。よ、実は猫ちゃんちょっと、今ちょっと猫ちゃんうんやんじゃないんで、お嫁入りの話もちょっとですけど、まあちょっとこの性格ですからね、迷惑にならないかなと思ってもいいんですけど。キキ、いいの？いいの？キキよ、いいの？あ、みんなと一緒に食べる？もう猫ちゃんね。パピは、今部屋に出てこないんで、そのままですね。比較的静か。でしょ。はい、お借りタイムです。ノラオクスコイ入ったらダメっつうね、その隙間に。あ、いた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 。おめえだってあんたに向こうにあれを用意したんだよ、俺お皿を。あとそこで引っかくわけ。はい、どっち。ん？だからそこに釣るね。どうしたのか。後ろが怖くてですね、小梅が。どうしたの？キキはどこ行ったかな？ギグイが。ポテコちゃんとマルちゃんですね。なんでポテコちゃん？一箇所食べてください、一箇所。そうです、どうです、一箇所も食べない。はい、ジローさん、どうぞ。ナラレちゃん、ここで食べないと食べなくなっちゃう。よいしょ。よいしょ。猫ちゃん、パピちゃんはもういないんで、いないというか終わってるんで、キキは食べてないで、キキにちょっとキキにあげないと薬。なんかね、なんかキキは発酵梅を頼りにしてるかもですよね。どういうこと？ここで、ここで食べたら、ウラマシンが見られるんで。はい、ノラオ
くん、野良くんは遠距離出かけますよね。野良くんも玉が降臨して持ってきたんです。ボボンが帰ってこない。ボボンが、ボボン、あ、ボボン返しちゃう。ボボン、はいはい、マーくん、はい、ポコ、ポコも返しちゃう。ジローが出た。はい、エルモも出る。先に、あ、散歩してヤギさん取ってからで、チラさんのところに行こうと思います。ヤギさん取って、ヤギさんのご飯って感じですね。よいしょ、重い、重いよ、重いぞ。重いぞ。お、朝露が、よし、はい、散歩に行きます。ウリしか来ないね。あ、そっか、ボンちゃん部屋で入れたんだね。お姉ちゃん起きた時に会いたいって言うから入れておいたんだね。はいはい、行こう行こう。マルオくんもどっか行っちゃったね。またね、またマルオくん遠く行ってんじゃないだな。朝な、一番で。正面はこっちになりますね。だいぶずれましたね。で、電車ですね。ピーピー言ってんのはウリちゃんです。360度空を回してみます。おお、これは見事な、今日は快晴です。もう一つありません。すごい。マルちゃん出てきました。マルちゃん、ウリはマルちゃん嫌いじゃないはず。マルちゃんはなんかウリが嫌みたいですね。なんかマルちゃんは割と選びますよ。マル、どこ行くの？あれ？マルちゃんのファンも多いんだよ。マル、お顔見せて。マル、どうだよ。やっぱりマルちゃんはウリが鬱陶しいみたいな感じですね。なんかほら、ウリは好きなんですよね。ほらね、マルちゃんおいで。なんか毛玉これ取ってあげるね。マルちゃんおいで。これ取ってあげる。なんかうわ、ちょっとふわふわ取れた、取れた。見てくるからね。待っててよ。あまりにも簡単ね。呼びもしないよね。待ってたね。可愛かったよ。チラさんはこのお皿は大体2杯取りますね。2杯目は、まあ、ウェットパッチの方をトッピングするんですけど。よく食べます。で、なんかエルモくんも食べてます。ちょっと時間、ともかくこれですね。プンちゃんはよく食べますね。だからやっぱり太ってきましたね。すごい。あとこれ食べれば、これプンちゃん残したのがあるよ。これ食べればいいじゃん。
もう諦めたわ。アタッチ。今日からトトコさんになります。いいじゃないのかな、かトトコさん。なんかトトコさんっていたね、アニメで。胸だね、今日のね。バケツがちょっとひどいね。バケツとトイレだよ。寒いですよ。超ブサイクに映ったリンが、リンちゃん寝てます。あとキャットタワーと一緒の色してます。龍は外見るのが大好きで、ね、龍。いつも3匹でこんな感じに遊んでますね。マルが寝ております。ひるんぽ行こう。マルおいで。行こう行こう。初心者ワークですね。よいしょ。ちょっと北側に出てきてますね。ボーン。
ボーン、まる。起きたな。エルモたちが来ましたね。エルモ、マルも来たね。起きた。なんでどこで出てきた。マル、みんなおやつ食べに帰ってきました。いいよか。よし、入れ。もう、もういないの。いいの？もう、もう。はい、ヘルモ。いいの？入んなくて、ヘルモ。はい、入って入って。はいはい、出ませんよ。ヘルモ。いいの、ボン。入んなくて。やつくださいよ。はい、おやつタイムです。取られちゃったから。マルちゃん、ここだね。ゆうちゃん、取れてますね。